いですって、もう本当震えるぐらい寒くて、早速今からラーメン食べに行きたいと思います。寒い。はい、じゃあ今からチケット買います。これね、ちょっとジローと違うんですけど、あんま言わない方がいいのかな。え、いつもどれ食べてるんですか。ミニラーメンですね。ミニラーメン、これか。じゃあこれにしようかな。はい、120円買いました。ミニラーメン。トッピングいいんですか。私いつもこのカラニアつけますよ。いや、トッピングは大丈夫です。やっぱりベーシックで。はい。あ、よろしくお願いします。見てこれ映ってんのよ。どこに？この場所はね。大丈夫です。顔これなら大丈夫。背中。クロウロン茶おごります。クロウロン茶。え、クロウロン茶。あ、やった。ありがとうございます。え、すごいボトルが。かわいいですよね。こんな感じ。脂肪気にして。そう。だってほら体に。ちなみにトッピングは何派ですか。トッピングはカラニラ。カラニラ。カラニラ。カラニラ入れると、はい、一気にむちゃくちゃ辛くなるんですよ。辛いの好き派ですか。そう。あ、辛好きなんだ。うん。ここはさ、今いっぱいお客さんバンバン来てるんだけど、はい、ほぼ男性で、ね。そう、ジローもほぼ。あ、でも女性もね。ジローまだいない？10人中1人ぐらいいます。でしょ？ここは、なんと10人中10人男性。これ場所柄もあるんじゃないですか。飲んだ帰りの締めのラーメン系が多そうじゃないですか。そうなんだ。うん、明らかに酔っ払ってるっぽい人いましたね。本当に、うん、目がなんかトロンみたいな。あ、そう。私はね、はい、いつもニンニク抜き。なんでニンニクがあるから美味しいんですよ。まあね、わかる。ニンニクは入れましょうよ。今日は入れましょう。いや、バレるもん。いや、だからその消臭方法も教えるんで。本邦初公開女子アナの消臭。本当にマンって言われるんですか。クシャって言われるちゃんと歯とか磨いてますね。ふざけなさい。思ってるもちなみにここね、はい、あれっていう裏メニューがございまして、はい、ツイッターでね、うんうん、あの歌山さんのエビス店を調べると、はい、今日のエビス店のあれっていうなんていうの、2だけが知るあれっていう、ね、ここにね、目の前のカウンターのとこ今日はね、何だっけな、はい、ペッパーマヨって方だな。店舗によってとか日によっていろんなトッピングがあるわけ。日によって特別にあれって言うと、そうはい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 、ついてくるんだ。で、今日俺ペッパーマヨはそんなマヨネーズの味になっちゃうの。はい、だから今日はやめとく。違う時はよしっていうのもある。そうあるある。何の時よし。魚粉とかさ、煮干し系の。あ、そうとか、あとは大唐辛子とか野菜少なめ辛めニンニクで、はい、野菜少なめの辛めです。はい、ちょっと手に持ってください。はい、ありがとうございます。はい、こちら今日はちょっと、はい、なんかニンニクの匂い消す方法知ってるって言うんで思わずか少しニンニク少し野菜油辛めで、はい、ニンニク少し野菜油辛め、めっちゃ美味しそうな匂いします。それがね、ニンニク酢。これニンニク酢混ぜて飲むよ。絶対怒れないんだからいや、私だったら明日中継ありますからね。知らないよったことがブーツ取っといた方がいいかな。あ、そうだね。こんな感じ。あ、お肉とか特徴ありますね。チャーシューのこの皮の感じとか。これ何ですか。なんてコールしたんですか。ニンニク少し、はい、野菜油辛めトッピングの辛ニラ。これで辛くなるんですね。全然取れない。え、何で押したんだろう。どこからだろう。夏乗りして。もう見てないから。いや、怖いですよ。もう今この瞬間食べないと。もう休憩したら終わりなんで、これ。やっぱ黒ウロン茶合うよ。うん。これね。うん。これ途中で飲むもんなんですか。いや、知らないよ。いや、取れてなかったらごめんなさい、皆さん。まだでも半分ぐらいあるから。うん。
当に考えたら、うん、別撮りした後だよね。何喋ってましたっけ。普通にプランを改めて聞いたり、プランっていうかあ、コール？ジローとの差とかね。あー、やっぱ辛めにして正解でしたね、私は。あんまり俺全パターン実験しないんだけど、はい、とりあえず背脂を標準にしたら、はい、俺はちょっと寂しかったんだね、やっぱり。私は割と塩分派ですね。あんなに寒かったのに、うん、暑くなってきた。暑くなってきましたね、うん、いや、嬉しい。でも念願のね、うん、念願のラーメン。確かに。でもさ、そう考えるとさ、はい、どうなの、ナイスなマネージャーなんじゃないのか。それはエンディングでお願いします、ね、こんな途中に盛り込むなと。こんな忙しい時に、うん、でもあれがさ、偶然というか、まあすごいさ、うん、まあ最初にいろんな足切りを先生がなさったんでしょうけど、うんうんうん、足切り、あら、私アンチ、私をさ、マネさんのアンチコメントを全部削除してた件ですね、うんうん、にしても、はい、すごいいい人たちばっかりさ、ね、いてくれてるよね。そうですね。いや、これでもさっきの麺の部分ほぼ取れてないですよ、多分。ぶつ取りして急にチャーシューとか食べてる絵になってます、うん、あれを取れてなかったら、さっきのが。いや、もともとラーメン映ってないから。じゃあ何なんだよって言われます。麺を本当にすすってんのかっていう、みんな多分絵が見たかったわけじゃない。すってるところは1ミリも、ほぼない、ほぼない。じゃあ一人で撮り直したな、一人で。うわー、まあ、この1本はこれで成立させますけど、うん、どっかリベンジ来ないとダメです、うん。うわ、ちょっと見てください、めっちゃ飛んでる。いや、いや、そりゃそうだよ、めっちゃ汗かいてんだよ。どこですか。辛いから水分でさ、ちぎれかけてるの。でも汗かいてるってことは、うん、燃焼してんじゃないですか、そのダイエット的には。あ、ね、代謝はいいのよ、別に昔から。でもそれを超える摂取量って、マジで量がしてる、うん。これで何カロリーぐらい？分かんない、分かんない。1日分ぐらいですかね、人の、人が取るべき。え、スープって全部飲む派？さすがにない、うん、本当は飲んだ方がいいんでしょうけど。ん？飲み込みに？ん？飲み込み的に。え、そうなの？一応飲み干した方が、みたいな。それは無理です。あと肉の脂身的な、このブヨブヨみたいなの。いや、普通にラーメンっていうか、食として、うん、こうやってガーってやって、はーってやったら多分、すごい評価されますよ、YouTube 上。そうなんだ。でも、それはね、とっても無理です。無理無理。よく噛んで食べてますね。うん、うん、うん。珍しい。なんか男性って丸飲みじゃないですか、結構食べる。うん、うわーって、もう食べたのみたいな。お兄ちゃんとかめっちゃ早かったですよ。負けたくないな。そこいいんですよ。ね、ゆっくり食べた方が勝ちです。うん。もうここでも雑。それいいんじゃないの。こんな感じで、ごちそうさまでした。はい、ということで今舞台前ラーメン食べ終わりました。でこの後ちょっと私匂い対策を毎回してるので、ちょっとその方法をね、マネさんに伝授するプラス皆さんにもちょっとご紹介したいと思います。やってきました、純也さんのローソン。こうね、ほら東京都節電ということで、こうもね光ってないんですけど、ちょっとねここでブレスケアを買いに行きたいと思います。もうこれがないとやっぱりもう明日までもずっと臭いままなので。なるほど。ちょっとローソンで買いましょう。これです、このブレスケア。
まあね、これニンニク食べた時基本だと思うんですけど、これをね、私はこうポイントなんですけど、だいたい3分の1から、まあ、半分以上、本当に強い時はもう1本丸々いきます。飲み終わりました。こんなにで、ほら半分ぐらい、これで明日の朝も快適っていう感じなので、そうなんです。皆さんもぜひやってください。そしてなんとね、マネさんがこう2回も日向坂くじをやって、ビッグ缶バッジ&ネームピンズ賞っていうのを当てたんですよ。こちらを開封してお別れしたいと思います。いきます。はい、せーの、はい。おー、パール、グッサン、パールが出ました。グッサンじゃない、グッサンじゃないですけど、グッサンじゃない、1枚目パルでした。パルね。これちなみにマネスーさんとハナちゃんパル好き。あ、そうなんだ。そうです、そうです。あ、じゃあよかった、よかった、よかった、よかった。じゃあ私の推しが出るか。ではラストいきます。はい、せーの、はい。おー、キャプテン、ササク、ササク来ました。これ私の推しなので。そうだよね。じゃあこれもらっていいですか。もちろん、もちろん。お、はい、ということで豚山動画、そして消臭さらには開封まで楽しんでいただけましたでしょうか。まあね、いろいろハプニングがあって麺をすするちょっと映像が撮れなかったので、またリベンジで2人で行きたいと思うので、まずはこの動画にコメントと高評価と、あとチャンネル登録まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。